今日はですね、 LDH 所属の新世代ガールズグループアイスクリームとガールズガールズがコラボした曲ロックステディをピックアップします。ロックステディな私たち、どんな時も揺るがない。はい、力強いビートと、今聞きました、とってもかっこいい歌詞で女の子の真の強さを表現している、本当ね、私も胸に響く一曲なんですけれども、今日はこちらを歌っています。ガールズグループアイスクリームのメンバーと電話がつながっています。アイスクリームの皆さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はアイスクリームのルイさん、はい、そしてユナさん、はい、そしてひなたさん、はい、お三方ご出演ということでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私の方からちょっと改めてアイスクリームを簡単にご紹介させていただきますね。はい、はい、お願いします。はい、LDH のオーディションで応募総数1万人の中から選ばれたルイさん、ユナさん、ひなたさんの3名で結成。全員が高い歌唱力とダンス力を持ち合わせ、2021年にデビュー。ミーシャの包み込むようにのカバーでビルボードラジオチャート1位を獲得し、今年発表した2曲はどちらもドラマのオープニングテーマになるなど、今注目すべきかっこかわいいガールズグループですということで合ってますか？お恥ずかしいですが大丈夫ですかね。かっこかわいいガールズグループで。はい、今日はたっぷりお話伺っていきたいんですけれども、はい、私もこのロックステディ、はい、もう聴かせていただきましたし、ミュージックビデオも、はい、見させていただきまして、はい、すごいですね。すでに再生回数ミュージックビデオ360万回超えてまして、はい、うん、でアメシャですとかミラーボールですとか、衣装もおしゃれで本当ポップでカラフル で人数も多いので、本当華やかなミュージックビデオだなって思ったんですけれども、まずはルイさん、はい、撮影がこれどんな様子だったか教えていただけますか？そうですね、私たちは日頃3人なので11人で撮影することがまず新鮮でしたし、朝からこう長丁場での撮影ではあったんですけど、うん、その11人がお互いにテンションを上げ合いながら、こう今いいよかっこいいよって言いながら撮影したのがすごく印象的です。長時間って言える範囲でいいんですけど、何時間ぐらいかかったんですか？丸1日くらいですかね。へえ、じゃあもう朝早くから始まって、はいはい、ああ、じゃあお互い刺激し合ってということですね。はい、うん、でもちろんミュージックビデオの中でダンスも披露されてまして、でダンスも3人、アイスクリームの3人だけではなく、ガールズガールズの8人のメンバー加えて11人で行いましたけれども、今度はユナさん、はい、11名でのダンスってのいかがでしたか？そうですね、やっぱり3人だとフォーメーションが、例えばセンターがあってその後ろに2人がいてっていう、うん、結構定位置が多かったんですけど、11人になるとすごくフォーメーションがいろんなところに行けたりとか、なんかすごくたくさんの形を見ていただけたので、そこは私たち自身もすごく楽しかったです。あ、確かにこう2列になったり3列になったりですとか、ね、はい、2人1組でみたいなのもありましたもんね。はい、でそして、ま、曲自体も歌詞もすごくかっこいいし、聞いててこうロック調でパワーを感じる一曲だなと思ったんですが、日向さん、はい、改めてこの曲聞いた時の第一印象ってのいかがでした？そうですね、本当になんかこう私たちがやってみたかった楽曲というか、こうちょっと待ってた楽曲だったりしたので、うんうん、こう歌詞も私たち自身のこう揺るがない友情だったりとか、こう昔からの絆だったりを描いてるこう曲調というか歌詞だったので、はい、なんか本当にこの11人でパフォーマンスするのがぴったりな楽曲だなってすごく思ってました。うん、11人だからこそこの曲の持ってる強さ、パワーってのが何倍にもこう広がった感じがしますよね。そうですね、ね、ぜひ多くの方に聞いていただきたいんですが、で、はい、先ほどミュージックビデオのダンスの話もありましたけれども、はいはい、本当ダンスもかっこいいなと思って、ありがとうございます。はい、あの最後のユニゾンなんか私3回ぐらい見ちゃったんですけれども、改めてですけど、こうダンスでキーポイントというか、皆さんにここをぜひ見てほしいとか、お気に入りの振りとかってのいかがですか？これお三方に聞きたいんですけれども、はい、まずどなたからいきましょう？
ルイです。はい、はい、じゃあお願いします。はい、ボーグダンスかなと思います。あの基本的にサビを中心に出てくるんですけど、手とかこう手首腕をメインに使った細かいこうダンスになっていて、こう見ている方があこれ手どうなってるのかなってちょっとこう不思議に見えるような、でもこう強くてかっこいい女性らしい振り付けがポイントかなと思います。あのボーグダンスってね、雑誌のボーグのポーズみたいなこうちょっとかっこいい手の振りのダンスですよね、うん、はい、それもかっこいいなと思って見てました。ありがとうございます。はい、そちらのボーグダンスも注目で、その他お二方いかがですか。はい、私ユナなんですけど、はい、私はサビの振り付けのどっから見ても無敵っていう歌詞に合わせて、みんなが顔をなぞる振り付けがあるんですけど、はいはい、私はそれがすごく女性らしくてめちゃくちゃお気に入りです。あ、じゃあそこにも注目ですね。はい、はい、じゃあ最後日向さんいかがですか。はい、私はやっぱり一番最後のダンスパートかなと思います。やっぱりあそこは本当に全員でダンスをがっつり見せるために作られたパートだとも思いますし、はい、まあそこは本当にファンの皆さんもすごい好きって言ってくださってる方も多いので、私もあのラストスパートにかけてテンションが上がるのですごく好きです。はい、あのすいません、本当ど素人みたいなこと言っちゃうんですけど、はい、お三方よくあの分厚い靴で踊れるなって思っちゃってそうですね、あのガールズガールズ8人のメンバーに比べて私たちアイスクリームは結構身長が小さいので、はい、こう8人に合わせるために結構厚底の高い靴を履いてるんですけど結構頑張ってます、うん、はい、足ひねったりしないですか。ごめんなさい、なんか本当素人みたいな質問ですけど、今んとこ大丈夫です今んとこ、はい、気をつけてもらって、でもねずっとこうやって長年ダンスやってきたからこそそうやってね、はい、経験でこうね体感とかそういうのでね頑張ってらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、はい、じゃあそういったところにもダンスにも注目していただいてありがとうございます。はい、そして今日ですね、ぜひ山梨の皆さんにアイスクリームのお三方についてももっといろいろ知っていただきたいななんて思ってまして、はい、今回の曲ロックステディで、あの歌詞の中でどんな時も揺るがないっていう歌詞があるんですけれども、まあ、曲にちなんで自分の中で揺るがないものとかもしあったら教えていただきたいななんて思って、いかがでしょうか、うん、ぜひ3人に聞きたいんですが。はい、ルイです、はい、私は個人的なんですけど、はい、すごく麺が好きなので、小さい時からこう麺好きっていうのが自分の中で揺るがないなと思います、うん、確かにプロフィールにそうめんって書いてありますもんねそうなんです、毎日食べれるくらい好きなのでゆるがな、はい、あ、そっか、愛知県ですからいろいろ、ね、そうですね、はい、愛知出身だから麺も美味しいものありますもんね。ありがとうございます、そうなんです。じゃあ麺、ルイさん麺がね揺るがないものということで覚えました、これで、はい、今私麺、あの麺も取りました、麺って書きましたじゃあ続いていかがでしょうか。はい、じゃあ私ユナなんですけど、はい、まあ、音楽にはちなむんですけど、うん、私はずっと小さい時からアーティストになるのをが夢なので、その夢はずっと揺らいでないなって思います。ああ、そうなんですか。何歳ぐらいからそういう志したんですか、ちょっとね、アーティストにみたいな。ダンスを始めたのは4歳なんですけど、すごいですね、アーティストになりたいなと思ったのは小学5年生ぐらいからです。あ、そうなんですか。でもそうやって長年の夢がこう叶って、はい、改めていかがですか。なんかすごく私があの なんだろう、なりたかった、うん、なんかメンバーとこうやって活動できてるのはすごく嬉しいなって思いますし、うん、なんかもっともっと夢に対しての思いがどんどん強くなっていく一方なので、すごく楽しいです。あ、よかったです。さらにね、こう大舞台で、ね、活躍する姿、ファンの方も楽しみにしてらっしゃると思いますけれども、じゃあ続いて日向さん、はい、いかがでしょう、はい、揺るがないもの。そうですね、私はあの自分の好きなものとか世界観を追求する気持ちと、うん、それを誰かに伝えていく気持ちはいつも揺るがないかなと思ってます。おー、まさにこうアーティストとして大切な要素ですよね。でもそういうものって。そうですね、でも結構オタク気質なので。あ、そうなんですか。なんか、はい、はい、あの矢沢愛さんのナナとかがすごく大好きで、漫画の、はい、その愛を語るとこう口が止まらなくなっちゃうので、うん、はい、結構スタッフさんとかメンバーは結構大変だろうなと思ってます。
あれ日向さん生まれた頃ぐらいに連載してますよね、ナナって。そうです ね、 ね、世代ではないんですけど、はい、はい、大好きなんです。へえ、それなんかきっかけあったんですか。なんかあの、うん、ネットフリックスで、はい、そのナナが見れるっていうのを知って、お母さんから結構話は聞いてたので見てみようかなと思って、こう1話をクリックしたら、はい、もうそのままドハマりしちゃいました。へえ、やっぱりでもお母さんから聞いてということなんです ね、 ですね。あ、ちょっと意外な一面を知ることができました。はい、でそんな、ね、お三方で構成されているアイスクリームですけれども、改めて強みというか魅力どんなところですか。これはどなたに聞きましょう。はい、うん、はい、はい、ルイです。はい、私は、曲の楽曲の振り幅かなと思います。こう今回のコラボ楽曲のようながっつり踊ってすごいビートの強い楽曲から、うん、こうなんだろう、切ないかったり儚い恋心だったり愛を歌うバラードソングまで、本当にいろんなこう R&B な楽曲含めたくさんあるのがアイスクリームの魅力だなと思うので、うん、なんかそれをまだ全員10代っていうところも強みだと思いますし、はい、私たちからのこう愛の叫びということで皆さんにメッセージとして伝えられたら、楽しんでもらえたらなと思ってます。うん、確かに私も昨日いろいろ YouTube チャンネルですとかいろいろ見させていただいて、本当いろんな楽曲あるなって、それだけでも楽しいなと思いまして、はい、あ、やっぱりそういった振り幅が強みということで。続いてじゃあゆなさんいかがですか。はい、私は、3人ともすごく、まあ、性格だったりとかキャラクターももちろん個性が強いんですけど、うん、それがあの歌声にも表れているので、私はそれがアイスクリームの強みかなと思います。うん、歌声ということで、はい、ね、確かに聴いてしまうね、本当に楽曲も多いですもんね。ありがとうございます。ひなたさんいかがですか。やっぱり仲の良さかなって思います。一番大事ですね。3姉妹、はい、うん、3姉妹のようなもう家族のようなこう関係性なので、うん、結構こう YouTube にもアップしている Vlog とかをこう見ていただくと分かると思うんですけど、はいはい、本当にこうなんだろうな、こう、うん、メンバーだけどすごく近い存在で、なんかお互いのことを全部分かりきってるような関係なので、なんかそれが自分たちのパフォーマンスの魅力にもつながってると思いますし、なんかこのメンバーでよかったなっていつも思わせてくれます、ね、そんな3人の、ね、まるで家族のような関係性の、ね、パフォーマンスをぜひ見たいという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんと今度初の全国ライブツアーが10月に開催されるそうですね。はい、はい、ね、皆さんファンの皆さんも楽しみにされてると思うんですけど、じゃあ改めてライブへの思いをそれぞれ教えていただけますか。はい、ルイです、はい、今回初めてのライブツアーアイスクリームライブ2023レベル19というライブを開催させていただきます、うん、全4カ所ということで初のライブ形式なので、うん、はい、一つのデビュー当時からの目標を叶えることができて嬉しいですし、タイトルのレベル19というのは全員がラスト10代あでこう、うんうん、みんな19歳でライブができる最後のライブツアーパフォーマンス期間という貴重な期間っていう意味がこもっているので、なんかそういうフレッシュさだったりも感じてもらえたらなと思います。はい、あ、タイトルにはそういった思いが込められていたんですね。はい、はい、じゃあだから19歳のね今のパフォーマンス楽しみにしたいと思います。ゆなさんいかがですか。はい、ゆなです。昨日からですね、作り込みが本格的に始まったんですけど、はいはい、なんかすごく手振りとかもそのレベル19っていう19歳だったりとか10代を表しているあのセットリストにもなっていたりするので、うん、そこが今回のライブの見どころかなと思います。あ、いいですね、楽しみです。じゃあ最後日向さんお願いします。ライブへの思いを教えてください。はい、うん、本当にこう私たち自身もこうメンバーから積極的に意見を出し合って作ってるライブになってるので、はい、こう一つ一つに思いとかこだわりがこもったライブになってるので、うん、こう自分たちのことを少しでも気になってくださった方がいらっしゃったら、まあ、9月16日からチケットの一般発売が始まるので、はい、ぜひ、来ていただきたいなと思いますし、来ていただいたら必ず後悔させないライブにするので、うん、ぜひ会いに来ていただければなと思います。はい、詳しいチケット情報などはぜひですね公式ホームページなんかご覧いただけたいと思います。じゃあすいません、あっという間にお時間の方がやってきまして、最後、はい、山梨のリスナーの皆さんにそれぞれメッセージをいただきたいんですが、
じゃあ、はい、ずっと今までルイさん、ユナさん、日向さんで来たので、じゃあ日向さんからお願いします。はい、はい、山梨の今ラジオ聴きの皆さん、本日は聞いていただきありがとうございます。私たちアイスクリームはこれからもこう愛を叫ぶ、アイスクリームのグループ名の由来にもある愛を叫ぶということをテーマに、皆さんにパフォーマンス、歌を通してたくさんの愛と気持ちを伝えていきたいなと思ってますので、まずは、ライブを皆さんに会いに来ていただきたいですし、引き続きアイスクリームの楽曲をたくさん聴いていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次はルイさん、お願いしてもいいですか。はい、山梨は私たちアイスクリームにとって、アイスクリームが結成されたオーディションの最終合宿の場所が山中湖だったので、すごい思い入れのある、うん、あの場所なので、アイスクリームがもっともっと大きくなって山梨の皆さんにも愛を直接叫びに行けるように、必ず届けたいなと思っていますし、はい、先ほど流させていただいたロックステディのカップリング曲のダファイネスのミュージックビデオも昨日公開されたので、うん、11人のガールズパワーを山梨の皆さんにも受け取っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。はい、ザ・ファイネスともまたハードさがあっていいですよね、あのミュージックビデオもね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ最後、ユナさん締めていただいていいですか。はい、お願いします。メッセージお願いします。はい、本日は本当にありがとうございました。先ほどお話しさせていただいたレベル19なんですけど、山梨県だったら近くが東京、はい、あと愛知県かなと思うんですけど、愛知県は10月17日に行わせていただいて、10月30日に東京でファイナルがあるので、ぜひそこで山梨の皆さん、うん、そしてこれをお聞きの皆さんにお会いできることすごく楽しみにしているので、ぜひアイスクリームこれからたくさん曲聴いてくださると嬉しいです。はい、ぜひね、ライブツアー興味のある方足運んでいただきたいですし、またいつかこの YBS ラジオのスタジオにもお三方来ていただけたらと思います。はい、お願いします。はい、お待ちしております。ということで今日はですね、今注目のガールズグループアイスクリームのお三方にご出演していただきました。今日お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。Inter FM Music Clock with the first times。 時刻は7時30分です。本日はガールズガールズから住谷桃香さん、アイスクリームから日向さんをお迎えします。よろしくお願いします。お願いします。なんとスタジオに来てくださって、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。さあ、住谷さんは昨年の5月以来ですね、うん、はい、お久しぶりです。はい、リモートだったんで、あ、そっか、会うとドキドキしちゃいますね。確かにね、うん、かわいい。そして日向さんは初めまして。初めまして、よろしくお願いします。そしてこの番組は SMA 芸人さんとお送りする番組です。はい、はじめましてチェクタといいます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと ね、チェクタとひなたが似てるんで、やっぱりね、はい、かわいそう。かわいそうで、ね、ごめんなさい。 かわいそうで、ね、嬉しいです。嬉しいですか。ありがとうございます。かわいそうで、ね、すいません。めちゃくちゃ早起きだったと思いますが、はい、うすね、どうですか、すっきり起きれました、うん、意外と、うん、はい、すごい楽しみにしてます。そうですか、嬉しい。普段からこの時間に起きることあります？いや、普段お仕事ないとなかなか起きないですね。そうですね、はい、確かに。朝ごはんは食べましたか？朝ごはんはマネージャーさんが朝のご褒美にココアを買ってくれたので飲んできました。いいですね、めっちゃいい、ね、朝のココア最高ですよね。確かにね、うん。はい、では早速メッセージテーマ伺っていきたいと思います。はい、今日のメッセージテーマは替え時ということで、歯ブラシとか家電とか服とか最近変えたものが何かあれば教えてください。はい、私日向は、はい、先日8月27日に19歳になったんですけど、うん、はい、メンバーから香水をプレゼントしてもらったので、はいはい、その香水に最近変えました。はい、でもこのブースが一気にいい香りになりましたよね。そうですよね。なんかさっき獣みたいなおじさん出てたでしょ。そうです。全然違う。違いますね。天国ですね。はい。あ、じゃあその香りですかね、メンバーからも。そうですね。なんか意味合いが結構こう少女から大人にみたいな、こう今の私にみんなに、ね、年齢的にもそうですね、はい、プレゼントしてくれたので、19歳の思い出はこの香りに託そうかなと思います。すごいおしゃれなプレゼントですね。ね、すごい。
住谷さんは何かありますか、変えたもの。私そうですね、普段ロフトベッドで寝てるんですけど、はい、夏になると暑くていつも我慢するんですけど、はい、ちょうど2週間前ぐらいに寝床をエアコンのある部屋に変えました。それが一番ですね。それが一番ね。あと可愛いなと思ったのが、うん、ロフトベッドを手でこうやってたのが手をまっすぐしてこうやってロフトベッドを表現してくれてたのが上なんだなって。そうですね。はい、ありがとうございます。ではそんなお二人についてご紹介します。はい、スーパーキャッチーでダンサブルな楽曲陣と個性あふれるメンバーによるダンスパフォーマンスが魅力のガールズガールズ、そして応募総数約1万人のオーディションから選ばれたメンバーで結成された実力派ユニットアイスクリーム、2つのグループがコラボレーションし今月シングルロックステディをリリース。11人の迫力のパフォーマンスで話題を呼んでいます。はい、はい、うん、LDH 所属のガールズグループが初コラボということで、コラボ聞いた時はどんなお気持ちでしたか。そうですね、もうこうどんなファンの方たちどんな反応するんだろうとか、うん、なんかもうどんなことになるんだろうっていう不安もすごくあったんですけど、うんうんうん、なんか逆にあどういう曲をこの11人でできるのかなっていうワクワクもあって、あすごいそれは楽しみでしたね。なんかどっちも入り混じってみたいな。そうですね、日向さんはどうでした。そうですね、素直に、うん、嬉しかったし、はい、こう結構生徒こう EXPG っていうダンススクールの生徒だった時から一緒にやってたメンバーも多かったので、うん、なんかちょっとエモい気持ちと言いますか、確かに一緒にこう同じステージで同じ曲をこうパフォーマンスする嬉しさはかなりありました。 あそっか、じゃあもともと顔見知りではあったんですね。そうですね、仲が良かったので。あめっちゃいいですね、なんかこう、はい、ね、違う活動して出会うみたいな、うん、なんかめ、ね、全然例えとか出てないですけどそういう漫画好きですよ僕は。例えは全く出てないな。実はこう後で出会うみたいな。出会い気ありますよね、はい、全く出てないし、例えはすいません。あるある。あれ系のね、はい、いやでも同じ夢を持って進んできた仲間はどんな存在ですか、うん、お二人にとって。いや本当になんかお互いのグループでこう、はい、お互いの活動をかなり見ていたので、うん、なんかこう本当にあなんかこの楽曲好きだなとかもお互いにありますし、うん、なんか素直にファンとしての気持ちもありつつこうがお互い頑張りたいっていう気持ちもありつつ、なんかいろんな気持ちがありますね。なるほど、わ素敵やな。素敵ですね。芸人なんてもう同期なんて、はい、失敗しろ失敗しろって思って言ってますけど。そうですよね。ミスれミスれ。確かに見習ってください。なんと情けない職種だと思いました今。はい、そしてガールズガールズは現在8人、アイスクリームは3人組のユニットでございます。うんはいはい、ぜひ住谷さんからアイスクリームの魅力を教えてください。いいですね。そうですね、まあ、やっぱもう歌もダンスも、うん、本当にもうすごくて、はい、こう3人のそれぞれのこうなんだろうな歌い方表現力とかがすごい一曲に詰まってるので、もう1曲でもすごい満足できますし、うん、あと3人ともすごい本当に優しいし、うん、明るいので、うん、本当に誰とでも仲良くなれるのは素直にすごいなと思います。あでも伝わります。ね、わかりますよね。嬉しいです、嬉しいです。わかります。いやもう笑顔が可愛すぎて話入ってこないですよ。話は聞いてください。だから元気を、はい、お届けしたいです。はい、はい、では日向さんから見たガールズガールズの魅力は、はい、いや本当になんか個々でこういろんな活動をしてるメンバーが多くて、なんか個性が強いのがすごい印象的ですし、はい、なんかこうお互いがお互いをすごい全部分かりきってる感じがして、このコラボ期間を通してもなんかこうメンバーに対して、うん、こう、この子はこういうのをされたら嫌がるとか、うん、こうされちゃ嫌なことを全部分かりきってるような印象を受けて、なんかすごい大人だなって思います。なるほど。はい、確かに、大人の魅力溢れてますよね。落ち着いてますね。疲れてる、はい、うん。確かにリーダーとかはもう本当にすごい周りを見れるので、はい、それは私もすごい感銘を受ける。すごいメンバー同士でそういうこと言えるのがすごいですよ ね。でもなんか住谷さんが天然だっていうのを聞いたんですよ、うん、そうですよね、はい、うん、だからそれは絶対に今日引っ張り出しやろうと思ってるんで実はそんなギャップもそう見たりするかもしれないですね。はい、うん、ではそんなコラボシングル曲かけたいと思いますが、はい、こちらどんな曲になってますか。はい、私たちガールズガールズアイスクリームが一緒にいたらどんなことがあっても揺るがない強さを持てるという今回のコラボに対する私たちの意思を込めた楽曲になっています、うん、はい、では曲紹介お願いします。それでは聴いてください。ガールズガールズアイスクリームでロックステディ。
Rocksteady な私たちどんな時も揺るがない Alright 目と目が合った時の Many sides 全て伝わるシナジー同じ思い同じ Good many Let's unite どこも可能性は無限大Let's get loud 声に出して叫ぶ Be my girl So my little story Free 変わるわ Ain't nobody better than us Ain't nobody better than us Ain't nobody better than us はい、お送りしたのはガールズガールズアイスクリームでロックステディでした。はい、どんな時も揺るがない女の子の友情と絆を描いた楽曲とお話ししてくれましたが、うん、女の子同士の友情とか同性だから分かってもらえることをお二人はどんな時に感じますか？聞きたい。でもやっぱ女の子ってこう本音を言わなかったりとか結構内に秘めちゃったりすると思うんですけど、なんかそれをこう超えてこうもう号泣しながら語り合ったりとかぶつかり合ったりするともうなんかこれは一生の友情だなって結構感じたりします。そうなんですね。メンバー同士でも話し合ったりとかします？メンバー同士でも結構なんかこう今後のことだったりとか、うん、こう本当に些細なことでも常にこう会議するようにしていて、溜め込まないで思ったことは全部言おうってしてるので、あんまりこう大きな喧嘩になったこととかもなく、すごい仲良しでやります。いや、めっちゃいい関係性ですね。それが10代でできてるってことですね。確かに。ねえ、まだできないのに私たちは。そうですよ。ですよね、ここはんていい髪あって、髪あってさ。いや、つねてますから、実は。なんでつねてこんねん。それは止めますよ、さすがに。どうですか、じゃあ、うん、炭谷さん、どんな時に感じますか？でも、今、ひなたちゃんが言ってたのは本当にそうで、あの、私たちのグループも、初めの方はすっごいこう溜め込んでて、何も言わなかったら、もう、すごいみんな溜まっちゃって、途中でみんなで話し合った時にもうみんなで号泣しながら、もう怒りながら話し合って、やっぱこう一皮むけたなというか、こうイベントとかする時もなんかすごい一つになってる感が強くなったなっていうのは感じますね。ぶつかるのは大事ですね、やっぱり。じゃあ大事ですね、本当に。確かに見習っていきましょう。例え出てないですけど、そういう漫画好きですもん。出ないんだよ。全部が出ないですよ。あるけど出ないんだよな。あるのあるんですよ、確実に。確かに、はい、あれですね。あれです。朝なんで許してください。すいません。みたいでいいですね。はい。
そして、うん、ガールズガールズアイスクリームそれぞれ10月からツアーがスタートします。ガールズガールズのツアーはいつからですか？はい、10月14日の札幌公演を皮切りにガールズガールズライブツアー2023アクティベートというライブを9都市にて全11公演やらさせていただきます。わー、どんなツアーにしたいですか？そうですね、やっぱこう今までコロナ禍だったから声を出しちゃいけないとか結構制限があった中のライブだったんですけど、うんうん、もう今回はそれがないので、はい、もういろんなことを駆使してメンバーがやりたいことを詰め込みながら、もうファンの方にも全力で楽しんでもらえるようなライブにしたいです、うん、わあ、どんなことを入れたいとかも話すんですか？うんうんうん、そうですね、自分が何をしたいかっていうのをこうスタッフさんたちにみんなでこう話して、うん、はい、一つ一つじゃあこれできるからこれやってこれやろうみたいな感じですごいもう組み合わせてパズルみたいに、うん、詰め込みまくりました。もうぎゅうぎゅうにして、ね、はい、うん、ね、それだけ思いが詰まってますよね、やりたいことだからこそ。みんな熱くなってます今、うん、いいですね、美味しいものも食べたいですね。そうですね、各都市の美味しいもの、ね、確かに、うん、なんか X でなんか好きなアイス狙ってるアイスありますかみたいな質問来てるんですけど、ロビンさんから僕もこれ聞きたかったんですよ、せっかくなんで、うん、アイスクリームっていうのもあるんで、はい、なんか好きな狙ってるアイス、狙ってるアイスって言われたらむずいな。最近なんかコンビニに行くともうお芋のアイス確かにあって結構気になってます、はいはい、多すぎてどれから手を出そうかなと思ってますけど、うんうん、お芋多いな、お芋のアイス食べたいですね。あ、私結構、はい、アイスマニアというか、でももう揺るがずにこう中に練乳とイチゴのかき氷が詰まってるうんうん、アイスバーが一番好きです、はいはい、赤色の袋のやつですか？違います。違かった。何の話？いや違う、アルプスも僕の、知ってるやつ、赤色の袋ですか？なんか牛の絵描いてあるやつじゃないですか？それも好きですけど、はいはいはい、なんかこう 箱で入ってる、あ、箱のやつですか？アイスバーのやつか。あ、アイスバーのやつ、あれが一番美味しいです。あ、わかりました、アイスバーのやつ、ね、すいません、なぜか今揉める直前まで言ってました。信じられないことが起きました。僕もなぜか食い下がるっていう、いや袋のやつあるでしょって言って揉める人なんてないの。危なかった、はい、すいませんすいません、アイスガチなんで、ガチですね、はい、そうですね、はい、気をつけてください、はい、そしてアイスクリームのツアーもスタートします。はい、うん、はい、アイスクリームライブツアー2023レベル19というライブをやらせていただくんですけれども、はい、10月17日の愛知を、皮切りに、福岡大阪東京と、ツアーをさせていただきます、うん、このツアーをやってる期間が全員19歳っていう期間で、うん、はい、この、本当に数日後にメンバーのるいちゃんが20歳になっちゃうので、うん、はい、もうこの10代最後のもう奇跡の期間に、こう皆さんに10代最後の私たちのエネルギーと愛をお届けしたいと思っております。もうここしかないですもんね、その19歳だけっていうのは。はい、はい、9月16日から一般発売、チケットの一般発売が始まるので、うん、ぜひ気になった方いたら来ていただきたいなと思ってます。すごい、はい、もうファンの方にとっても宝物の時間の ようですね。そうですね、はい、私フレッシュなパワーを浴びれそうですね。いや、そうですね、元気出そうですね。ぜひガールズガールズとアイスクリームのツアーや詳しい情報はオフィシャルサイトや SNS をチェックしてみてください。お願いします。では最後にコラボシングルのカップリング曲かけたいと思います、はい、こちらどんな曲ですか？はい、本当にガールズ強い女の子たちのパワーだったりとか、うん、もうエネルギーを存分に感じていただける楽曲になっていると思います、うん、ちょうど昨日ミュージックビデオが公開になったので、ぜひ合わせてチェックしていただければなと思います、はいはい、では曲紹介お願いします。それでは聞いてください、ガールズガールズアイスクリームで The Finest。本日のゲストはガールズガールズから住谷桃香さん、アイスクリームから日向さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。刻み込む
ガールズガールズの鶴谷美咲です。こんばんは、ガールズガールズのマスタークレアです。さあ、先週の終わり覚えてますか、クレアさん。リベンジリベンジって言いました。リベン、何のリベンジでしたっけ。アニサマ終わりのカフェじゃないんだよ、リベンジ。ここはカフェじゃないんだよ、文化放送なんだよっていう、あの、ほんとこう、アニサマ、私たち本当に二人とも本当に感動したわけですよ。そうです、楽しくて。その通りであります。それをちゃんと言葉にしようよって、パーソナリティならっていうリベンジ会。そうだよ、リベンジ会ですよ。はい、今日はまあでも主にデイ3、私が行かしてもらったデイ3の話、はい、中心になっちゃうんですけど、うん、言い足りないことあったりとかしたらお願いします。 OK いつになくいいバイブスだね。はい、任せてガールズガールズ、美咲とクレアのアニファンは、アニメ漫画好きな私たちファンがアニソンの楽しみファンを木曜深夜にまったりとお届けするファントークバラエティです。ハッシュタグカタカナでアニファンをつけていっぱいツイートしてください。今夜もアニメロサマーライブ2023アクセルについてたくさんお話ししたいと思います。今週もこの曲でスタートです。ガールズガールズ、アイスクリームで The Finest。曲ね、はい、先週も流させていただいたんですけど、はい、ガールズガールズとアイスクリームのコラボのシングルのカップリング曲なんですけど、はい、最初のポーンって始まるじゃないですか。ちょっとサイレンみたいな、サイレンみたいな、やっぱこう伝統、あの STY さんっていうね、はい、3代目ジェイソンブラザーズさんの流星とかも作られたような方で、はい、本当に STY さんっていう楽曲なんですけど、それサインみたいだよね。え、このポーンが始まった STY さんだなって感じがしますけども。確かにこちらの曲ね、結構ダンスがね、うん、アピールポイントなので、はい、ダンスも見てもらいたいね、はい、と思います。そして私たちガールズガールズはガールズガールズライブツアー2023アクティベートを開催させていただきます、はい。10月14日の札幌公演からスタートして、9都市全11公演となります。いやー、楽しみです。楽しみですよね、本当に。やっぱ私たちの活動ってこうライブツアーがメインみたいなところって、そうですよね、あるし、1年そのために考えてっていうのもあるので、うん、そうです、リリースもね。そうだよ、だから本当に楽しみだし、やっぱ瀬戸り、はい、演出とか今回
まあ今までもずっと関わってはいるんだけど、うん、本当にメンバー主軸というか、いや本当にね、ほぼ一からっていうか、もう全部一から作らせてもらってる瀬取りだから、うん、しかもその私たち一応ライブツアーを今まで2度開催させていただいているんですけど、はい、今回もまた今までと違う演出っていうのがね、うん、今パッと出てくるだけで3個以上あ、個数で、はい、あ、そういう数え方ね、はい、でも今までと違う演出が3個もあるんで、うん、リハをやっていく中でね、これはありなしとか、まあ、逆に付け加えたりとかもあるので、まあ、そこも含めて本番まで楽しみにしててほしいかなと思います、はい。ガールズガールズアイスクリームでザ・ファイネストでした、今週もアニメロサマーライブ2023アクセルについてお話ししたいと思います。バースユニバース、おー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 、さ、泣いたな、泣いたよ、大泣きでした。これは泣く曲なんですか？まあ泣く曲でもあるし、はい、まああのみんなで歌ったよね、会場でみんなで、はいはい、私ね、急遽なんですよ、3日目のアニさんも行かせてもらって、そうなんです、これ経緯がありましてね、1日目2人で行ったんですよ、うん、でまあ1日目だけ観戦観覧予定で、美咲がまあでももともとその大石さんも見たいって言ってたんですよ、うん、このアニさんが始まる前から、で行ったら帰りに美咲が、なんか3日目とかってなんか行けたりしますか、なんかこうちょっとしわもどもどしながら言ってて、で実は3日目本当はお仕事が入ってたんですね、うんうん、そう、まあ、夕方も含めっていうか、うん、でその美咲が遅れてでも行きたいと言い出してお仕事だからちょっと行けないですねってなってたんで、もともとはね、もともとで、そう、その夕方からで1人ずつになるんですよ、メンバー1人ずつだったんで、美咲、私だったので私はちょっと行けなかったんですけど、うん、そうそうそう、美咲は終わってもダッシュで行って、そう、どうでしたか？いやー、だから私は瀬戸林見てもらって分かるんだけど、内田真彩さんから見れたんですよ、はい、もう、ほうほうほう、それは本当半分ぐらい、ちょうどか、ちょうど半分ぐらいのところで、はいはい、でも本当も会場着くじゃん、埼玉新都心駅、はい、着いたのダッシュダッシュで階段降りて関係者口バーって走って、こんにちは来ましたって言ったら、ちょっと早めに来れたねって泣きました。だって一人のさ仕事、まあ一人ずつの仕事だったから、うんうん、でも巻いたもんね、気合でだよね。いや本当私も移籍の後何時って言われてて、あ、何時ぐらいかと思ったら、うん、もう終わったみたいに言われて、そう、おーおーおーみたいな、いやそれで行きました。半分ぐらい見れて、そうね、大石さん、はい、大鳥だったんですけど、お、3日目の大鳥、もう本当の大鳥正義だったんですけど、見れました、見れました、よかった、立ち上がって叫びました。なんと叫んだんですか？クソメガネ。え、本当に言ったんですか？本当に言った、帰れは言えなかった。まあ、そういうね、こう勘違いしないでほしいのが、大石さん出てきたら、うん、そういう風に言うっていうなんかこう下りみたいなものがあるんですけど、クソメガネは言ったんですか？クソメガネとか最高とかおめでとうって叫んだ。もうみんな情緒不安定なんですか、あの大石さんのファンは。聞いて聞いて、はいはいはい、この日がちょうどそのカタカナ大石さんのデビュー9周年の日なんですよ。え、そう、それはもう撮りやるしかなくないですか？そう、いやでもその出てくる時も演出があって、うん、今年は大鳥正義ですみたいな感じになって、本当映像であって、もうみんなわーみたいな、はいはい、大石さん緑つける人が多いんだけど、はいはい、会場がバーって緑になって、で本当に体感ですけど一番声大きかった。あ、お客さんのね、お客さんの声が、でまあこれね、今セットリー見てるじゃん、はいはい、まずあのウーリャちゃんっていうね、女の子がいるの。ウーリャちゃん、ウーリャちゃん、はい、あのお友達フィルムっていう曲で一緒に踊ったりとかしてて、ツイッターで見ました。あ、そう、その子がこうギフトって曲でも一緒なんだけど、アニ様にも出てくる。美咲が踊ったギフトだよね。そう、目の前で踊った、歌って踊った。そのウーリャちゃんがステージに出てきて、うわーってまず最初になるじゃん。でウーリャちゃんこんな大きくなったんだ、かわいい、最高っつって叫びながら、うん、やって、そしたら葵さんがこういろいろ喋るんですよ。今年は大鳥でみたいな、はいはい、で9年目になりましたと、うん、9年迎えましたって話から、その今まではこうでこうでっていう結構感動する話を MC でしてて、はいはい、そっからこの曲が
僕を兄様に連れてきてくれましたから始まる君じゃなきゃダメみたいな、うん、そうでしたね入りで、その後よ、その後、はい、が、あのまさかのまさかの、うん、大石さんバージョンのサインは B。 おお、これ大石さんが作ったんですね。そうですよ。これもこうみんな大鳥飾る上で何すればみんなが楽しめるかなって考えました僕は。とはいはい。それでやっぱり声出し解禁になった兄様、うん、コールできる曲がいいんじゃないかって考えて、コールできる曲といえばこれでしょってサインは B が始まったんですよ私これ聞きたかった、聞きたかったというか見たかったっていうか、いやでしょうね。サインは B は見たかった、見たから私すごい、もうすごかったよ。コールしてましたみんな。うん、いやほいいやほいいやほいってガチガチの、うん、いやもうこれすごかったね。踊ってる人もいました。あーごめん、おいさんしか見てなかったかな、そこは。私これ行ったら絶対踊りたかった。いやほんとすごかったよ。でこの前ね、実は実はっていうかまあちょっと兄様関係ないんですけど、このサインは B も一緒に美咲とカラオケで歌ったあのクレアの20歳おめでとうでこうお酒飲もうねっていう、でカラオケに行ってね、酔った勢いでサインは B 歌ったの。その時コールやりたよね。もう兄様行った後だから、もう私はもう大石さんのことを考え、あ、そっかそっか、大石仮歌バージョンだったねこの日は。そうで、私は踊りながらコールもやったし、ね、見れたらよかったなってその時に思って。いやもう会場すごかったね。そうだ、絶対、うん、私がそのそのもう大石さんをこう人から知って知ったぐらいのレベルの私が思うのは、やっぱこうサインは美をみんな待ってたんじゃないかと思う。あー、やってくれると。やるのはね。うん、でも、意外と、うん、なんか、えっていう空気感だった。うん、やってくれるんですかみたいな感じだったよ。でも、気がしたね、体感は。確か、大石正義さんバージョンが。まあ、そうそうそう。ってことか。はい、とみんな思ってなくて、みたいな感じで。うんうん、その後に、こう、さっき流れたユニバースをね、みんなで歌唱したんだけど。うんうん、重かったね、それもまた。いいですね、鳥肌ものでした。え、これもこうペンライトぐるぐるとかしてましたか。あ、ユニバースはしてないかな。してる人もいたのかもしれないけど、でも大石さんしか見てないから、うん、でも私的な話で言うと、このユニバースでの涙腺崩壊、泣いたんですか。泣きました。お、最初から泣いてたけどね。まず埼玉スーパーアリーナで、うん、私が見た大石さんの中で最大ステージだから。あ、そうなんだ。パシフィコとかで見て、うんうんうん、見て行ってたやつだから、そうそうそう、やっぱ大きいステージにいる推しに感動してしまう。また言ってるそうそう、でなんか勝手に私が連れてきたみたいな気持ちにえ、ちょっと怖いんですけどその人ちょっと過激派、過激派、過激派かな。でもさ、聞いてくれてる人は分かるんじゃないの。やっぱガールズガールズと一緒に大きいところに行きたいっていう、なんかこう一緒に行くっていうのって夢の一つじゃん、はい、確かに。でさ、大石さんがさ最後にさ、いやここでワンマンやりたいねみたいなこと言ってて、おお、絶対連れてくから思ったガチオタなんだけど目の前にガチオタ。俺でも聞いて武道館のチケット取れなかったですよね、うん、どうにかして、誰か連れてってよ。また言ってるよ、アピールしてるよ、連れてって誰か。美咲がチケットを取ろうとしたら、あの完売した、完売した。ほらタラタラしてるから、爪甘かったね。ほら後で取ろうとか言ってるとね、完売しちゃうんですよ。でも私、大石さんのこんな話してますけど、はい、大石さんが出演されたステージで見れなかったのが1個だけあって。え、デイスリーで、そちらがですね、正義がメガネを忘れたで、メガネゴーラウンドです。放っておけなくて
いやー見たかった。なんか噂によるとこちらはスペシャルステージ真ん中のステージでやってたみたいで、絶対これ楽しむ系じゃない？そうだよ、なんかあの演出というかさ、出てき方もこう寸劇的なのから始まったみたいなのを、まあ、小耳に挟んで、はいはい、そう確かにすごい楽しい。残念ですね、そんな見たかったの。そう、あの楽曲提供を大石さんがした、うん、あの内田真彩さんの Useful Beautiful っていうののコラボは見れたの、ギリギリ、はいはいはい、そっから見、その、あ、そっから見たのか、その辺から見れたんだけど、これだけ見れなかったからちょっとまた見れたらなと思うね。クレアは見たかったステージある？あります。私だからその結局その1日目、うん、しか見に行けてなかったんで、うん、あ、見たかったのはですね、クラリスさんです。2日目の、そうだ2日目か。そうなんですよ、クラリスさん結局というか、まあ、アニファンも出演してくださったんですけど、うん、リモートだったりとか。そうだね、ステージもねちょっと見たかったです。このアライブってね、あの私が好きな、うん、あのアニメの曲なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そうなんだ、それは見たいな、これ見るしかないだろうとそうだね、聞けなかったですね。でも本当また見れると、セトリ見てからデイ2は、デイ2はがっつりお仕事だったっけね、うん、多分そうだったと思う、うん、ステージは結局行けてないから、行けてないもんね。うわー、アクセルっぽいよね、なんか確かにアクセルにぴったり。でも本当セトリね、タイトルに合わせてきてるのかなっていう感じはしましたけどね。そうだね、でもなんかどのアーティストさんも結構さ、うん、MC で次の曲に振るときとかにさ、アクセルとかなんかこう声出し解禁になったのでとかだから、ね、やっぱそういうなんだろう、こうテーマに合わせてというか、一、うん、回一回の公演でこうそのね曲も、まあ、新曲だからやるっていうのもあるかもしれないんですけど、感じもあってね、感じなんだろうね。しかも今年のアニ様はサプライズとして、はい、TM ネットワークさんの登場が話題になって、すごくない？いやなんかさ、これ結構その大人の方聞いてくださってるじゃない、アニファン、はいはいはい、結構深夜帯っていうのもあるし、うん、だからこうもろ世代の方、いや多いと思いますよね。すごくない？なんかこうサプライズの域がさすごいよね、アニ様ってこう、確かにここの界隈みたいな、なんか、うん、びっくりだけど、そもそも出てる方がもうみんなすごい、うん、そこでさらにサプライズとしてね、大物の方を。いやなんかお母さんにさ、うん、TM ネットワークさん知ってるってさ聞いたらさ、同、うん、世代だよって、いやめちゃくちゃ流行ってた、ね、小室哲哉さんがいらっしゃるということで、はいはいはい、見たかったなー、ね、生で見るっていうのがなんかこう想像つかないもん、実際見れてないし。いやそうだよねもう兄様って本当にこうとどまらないよね、こうマクルというかね、確かにアニソンの祭典っていうのあれ、あれと、うん、本当に音楽の祭典っていう感じかなと思う。そうね、でもアニソンもね今こういろんな方がこう担当されてるというか、うん、そうだね、アニソンもね確かにそうね、その関係が本当にたくさんのアーティストもいるだろうし、うん、しかも3日目のサプライズにはね、うん、ローキューブが登場したということで、あのローランドさんも反応したということで、X の方でね、うん、兄様でローキューブ復活させたの、社会的信用を失ってでも好きって言い続けていたローランド説ないですか好きなんですねローランドさん。いやなんかやっぱ長くアニソン好きな人とかは熱いっていう演出があるんだろうなと思ってたね、見ながら湧くところとか、はいはい、サプライズもそういうところでグッと掴むのはさすがですね、兄様も。確かにね。そしてね、うん、サプライズ話続きっていうか、一番びっくりすることがあってはいはい、大石さんのステージ、あの大石さんの楽曲やった後に、うん、なんてカラフルな世界ですよね、うんうん、2020年から21年のテーマソング、うん、でこう声出し解禁になる前に作られた曲だけど、はいはいはい、今回声出しできるのでもうその曲もやりましょうみたいな感じで、わっしょいわっしょいってやってたんですけど、そこに実はねアニファンのプロデューサーさんがダンサーで参加されてるんですよびっくりじゃない？すごくない？まああの出られるっていうのは先に知ってたじゃん。そうだよね。だから私も探すのよその時。おお、もう一番目立ってたすごかった。美咲見つけたんですか？え、一瞬だよ、ごめんけど一瞬で見つけた。すごい、一番私が見えるこう見やすい位置から反対というか、うんうん、あの私は下手側に行って、あ違う、
上手側に美咲がいて下手だったんだけど踊ってるのがね、あのめっちゃ目立ってたんだよフリーダンスしてフリーダンスしそうゾーンがあったんですか、あれフリーダンスゾーン、えあ違うおおおなんか違いました、フリーダンス、いや入れ込めたと、ファッションでサルサ踊ってましたから、おおサルサよ、目立ってたよ、ターンも綺麗だった、それ見つけるわ、うん、黄色いハンバーツでめちゃくちゃ見つけやすかったっていうか、なぜにアイファンのプロデューサーさんがあの兄様で踊ってるんだでも結構こうあの、うん、以前もね出られてた、あそうそうなんですよ、実は結構ベテランの出演者さんっていうね、はい、いやでも席をさせたらそこ出たかったんじゃないですか、大石さんのステージだし、当たり前やん当たり前やった、当たり前やん、何くえ喧嘩いやでもそう、ね、あのめそのだからプロデューサーさんはそこで出るから待機されてるんですよ、大石さんのステージ中は、あはいはいはい、それでね、それね、うん、そしたらあの私がもう本気で立ってペンライト振ってるのをちょっと見えてたって叫んでたの見られてました、ジャンプとか途中してたしね、でしかもその私でちょっとこう、うん、部屋みたいな部屋からこう、あそうそう、外に出れるようなところに見させていただいたんですけど、3日目はそこに一人で行ったってことで、うん、大きめの部屋に一人で、一人でそこでこうジャンプしたり泣いたり叫んだりしてたってことで大丈夫ですか、はい、おおガチオタやおほほじゃないのよやっぱやんないと後悔するっていう気持ちがあって、でもやるとやっぱこう、うん、一気にそこにいた2万5000人と友達になれた感覚っていうかはいはいはい、楽しかったね、より楽しかった、確かに、なんかだって最後駅まで行く時にさ、なんか隣の人に話しかけようかと思うもんね、なんか兄様終わった後ってなんか一緒なんかこう仲間っていう意識ができちゃって、そのぐらいやっぱこうフェスって一つにしてくれるのよ、あでもそういうお客さんもいるかもですよね、結構、あ確かにそこで仲良くなって、なんかこう一緒にこうなんかノリとかがこうさ、うん、叫ぶ時のノリが一緒だったとかなんかこうペンライト回すタイミングが一緒だったとかで、ね、いや本当に語彙力なくてごめんだけど楽しかった、楽しかったね、楽しかった、伝わったかな、1日目しか見に行けなかったですけど、うん、もちろん 2日目3日目も行きたいなと思ったし、うん、もちろん1日目だけども楽しかったんですよ、うん、本当にそう、それはね3日も鳥まで見たなんて贅沢ですよ、そうだよ贅沢なんですよ、よかったですね本当に、だから兄様に私たちもねずれ出れたらそんな夢だし、うん、夢のような話だし、私たちのファンの方が気になってアニ様に行ったよってなったらそれもめちゃくちゃ嬉しいです、そうだね、アニ様の魅力がね存分に伝わってたら嬉しいです、うん、はい、リベンジできたかな伝わったかな、伝わったかな、ただの美咲のオタクトークですうん、自負してます、自覚してますはい、というわけですごく楽しませていただいたんですが、うん、4年ぶりに声出し OK になった世界最大のアニソンライブイベント、アニメロサマーライブ2023アクセル、今年の冬にはですね BS11 で独占放送を決定しています、最高、これあの最後出たのよ、あ秋に放送みたいな、そうなんだ、そう最後に出てうわーって絶対見ると思う、これ私たちももちろん見るしかないですし、うん、まあ行ってるお客さんも絶対見るでしょうし、このアニファンを聞いててちょっとこう会場には行けなかったと思った方とかはね、うん、ぜひ見てほしいなと、うん、このね私たちが言ってる意味が絶対伝わるし、うん、なんだろう、また映像で見る楽しさってあるじゃないですか、うんうん、カメラ割りだけで見れる、そうね、近くでね、あれってまた違うと思う、そこも、はい、私たちももちろん楽しめたらいいと思います、はい、放送日時はですね、また後日発表されますのでお楽しみに。生まれては生きている夢、蔓延する自然街
ガールズガールズ、美咲とクレアのアニファン、あっという間にエンディングの時間です。はい。いや、楽しかったなぁ、喋れた。いや、美咲のその3日目もすごい楽しかったんだろうなっていうのが伝わってきたし、うん、私もなんか、まあ、行けなかったけど、本当お仕事でね、行けばよかったなって、もう2日も3日も。いや、そうだよ。なんとかね、行けたらよかったなって思ったんですけど、まあでもこの BS11 の方でね、またねこう冬に楽しめるということでね、まあ、またちょっとこうアニ様が恋しくなってきたなって思ったぐらいに、そうだね、見てまたこうこのワクワク感とか思い出して楽しめたらなと思いますね。冒頭に言ってたリベンジができたか否か、ちょっともうツイッターで、そうだ、これはね書いてもらおう、ファンちゃんが決めることだ、ファンちゃんがこれを見たいと思ったらリベンジ果たせたということで、そうだね、ぜひ教えてください。はい、番組ではふつおた、私たちに聞いてみたいことなどメールを募集しています。はい、アドレスはanifan@joqr.net、 anifun@joqr.net まで。そして来週もですね、まだまだお話ししたいことがあるので、やった、アニ様についてお話を続けていきたいと思います。はい、ということでガールズガールズ美咲とクレアのアニファン、お相手はガールズガールズ鶴山美咲と増田クレアでした。また来週。声優の安本博人、白石遥がお送りしているファンマンチューン、9月16日のゲストはニューシングルスクラップアートをリリース、水瀬いのりさんが登場。メールテーマはついアートに回しちゃうことを大募集。土曜の夜11時はファンマンチューン。キラミューンプロジェクトがお届けする超豪華声優陣が織りなすリーディングライブ、待望の新作公演天球のラビアスが開催決定。
10月7日8日立川ステージガーデン、チケット好評発売中。詳細は公式サイトにて。見えなかったものが見えた時、君は何を思う？文化放送が2時をお知らせします。